チャオ、泡田抜きひろまるです。今回の動画はメジロライアンレオ派育成ということで、メジロライアンをレオ派に向けて育成してきましたので、ポイントやサポートカードの解説、そして実際にルームマッチを走らせてみた感想など映像を踏まえながら皆さんにお伝えできればと思います。今後もレオ派に向けていろんな馬娘の動画を上げていきますので、どうぞチャンネル登録よろしくお願いいたします。ほな早速いきましょう。はい、ではまずはメジロライアンの育成馬娘詳細から見ていきたいと思います。まず適正のところ、適正今回芝中距離もともと A になっているんで上げる必要はないです。ただ、まあ、中距離適正 S 強力なんで、因子継承で中距離の赤因子を、まあ、できるだけ盛るのがおすすめです。で次、客室適正は、まあ、先行差し両方得意なんですけども、レッツアノボリック固有を発動するために6番手で最後いないといけないんで、差しの方が、まあ、断然おすすめです。今回差しで育成してきました。で次、成長率なんですが、成長率はパワー 20%、 賢さ 10% とパワー20もあるところがほんまにライアン優秀なところで、スピスタ育成で因子継承でパワーもカバーしてスピードで練習しながらパワーを上げていくっていう風なやり方でも大丈夫やし、スピパワー育成でより高いところ、パワーをほんまに高いところまで狙っていって、因子継承スタミナで、まあ、ギリギリ A の800ぐらい狙うっていう育成、まあ、どちらでも、まあ、大丈夫やと思います。まあ、ご自身の、サポカの手持ちの状況とか因子によっていろいろ変えてみてください。で理想的なステータスなんですけども、ステータス、スピードは、まあ、1200のカンストをできるだけ狙っていくっていうところと、まあ、スタミナは、基本的に A の800以上プラス筋回復1つ、まあ、もしあのサポカの編成で筋回復が2つ取れるようなサポカの編成をする場合は、B プラスの700以上でスタミナ大丈夫やと思います。で次、パワーは、まあ、最低 A の800以上でもできるだけ高いところを目指していくのがこの成長率もあるのでいいと思います。で次、根性は300以上で、賢さも C の400以上を狙っていくのが、まあ、ステータス的にはいいかなと思います。で次、覚醒スキルなんですけども、覚醒スキルレベル3でキラーチューン、そしてレベル5で上り竜なんですけども、まあ、キラーチューンレベル3のこのスキルは、まあ、前目の競馬をする馬娘逃げとか先行の相性がいいスキルなんで、今回はまあ関係ないんですけども、上り竜レベル5のこの上り竜は最終コーナーの速度スキルなんですけども、ライアンにとっては有効なスキルなんじゃないかなと感じてます。レッツアノボリックが終盤入って6番手にいたらほぼ最短で毎回発動してくれているんで、この加速が、本体加速が発動したら、この上り竜出る時には結構加速が進んでいる状態にあると思います。なのでこの上り竜発動して逃げとか先行の馬娘を捉えるための距離を稼ぐために、この上り竜はライアン的にはまあ積んでおくのは全然ありなんじゃないかなと、僕的にはまあルームマッチ何回も走らしとって感じてます。なので、ね、ライアンは個人的にはレベル5の覚醒マックスまで上げるのをお勧めします。まあ、レベル4のこの中距離直線丸もあの持ってこれるっていうのも結構地味に嬉しいところやと思います。ほな続いて、実際に行ってきた編成や代用できそうなサポートカードの案を解説していきたいと思います。ほなそっちの画面行きましょう。はい、ではこちらが実際にライアン育成してきた編成になります。スピード4枚パワー2枚で、スピード4枚でスピードの1200を目指しつつ、パワースピパワー育成でほんまにできるだけパワー高いところを目指していくっていう風な編成の比率でご紹介したいなと思います。前と同じく右の画面で他に代用できそうなサポートカードの案を解説しておりますので、ぜひ照らし合わせながら見てみてください。ほな、まずはスピードカードから見ていきます。まず北三ブラック、北三ブラックは特有率お化けっていうのと、あとパワーボーナス持ちですね。で、育成のイベントプロフェッサーは取らないんですけども、2段階目の直線校舎できたら、まあ直線系スキルも欲しいので、下の選択肢を基本的には選ぶように、しました。で次、エイシンフラッシュなんですが、所持スキル的には、差し直線持っているんで、ここを持ってきてくれればいいなっていう期待を込めて入れたのと、あと育成のイベントがエイシンフラッシュはほんまに、まあ、優秀です。吸い足ウォッカ入れてるんですけども、ウォッカから吸い足もらえなかった場合、エイシンフラッシュイベント結構これは乾燥しやすいイベントだと思うんで、まあ、保険で、まあ、吸い足ですね、ここを持ってこれるんで、エイシンフラッシュ、まあ、差し馬娘育成ということでイベントも優秀ですし、今回入れました。で次、成田ブライアンなんですが、所持スキルは右回りとか、あと中距離直線、そして外差し準備、この外差し準備が上り竜の回スキルになっておりまして、ここを成田ブライアンからもらえることできれば、
登り竜をかなり安く取ることができるんで、その分他のスキルにスキルポイントを回していくことができるんで、そういった期待込めて成田ブライアン入れたのと、正イベント的にも連続イベント成田ブライアン強いなと感じております。1段階目体力最大値上がって、2段階目3段階目で体力マイナス10と来るんですけども、スピードがその分20、20上がっていくっていう風なイベントでステータスも結構上がっていくサポートカードになります。ただブライアン編成するときの注意点は、サポート効果見ていただいたら分かると思うんですけど、初期絆がないです。だから効率的に早めから追いかけていかないと全然友情トレーニングが遅れてしまうんで、初期絆ゼロっていうのはほんまに成田ブライアン育成するときは注意点ですね。で次は、ビコペガサス。ビコペガサスはよくフレンドさんに最近お借りしてるんですけど、トレ効果 20% あって、友情トレーニングもスピードもちろん強いんですけども、まあ、ステータス盛り要因ですね。スタミナとか、パワー賢さに出張してくれても練習の底上げをほんまにしてくれるカードなんで、まあ、ステータス盛り要因で今回ビコペガサスをフレンドさんにお借りしました。で次パワーカード、パワーカードなんですが、まず1枚目ウォッカ。ウォッカは、スピパワー育成なんで好転一足、筋回復担当してもらうことにしました。で次所持スキルは、まあ、直線校舎とか、まあ、末足とか中距離直線とか直線系のスキルもらえたら嬉しいのと、まあ、特に一番嬉しいのは差し切り体制。前の成田ブライアン育成の動画では保険でメジロドーベル賢さのを入れていたんですけども、差し切り体制今回は成田ブ、すいません、ウォッカからしか、ね、もらえないので、ここがウォッカのヒントで飛んできてくれたら一番嬉しいかなと思います。でサポート効果的にもほんまに強い友情性能と得意率があるんで、総合的にパワーのカードの中で一番最初に採用、しました。で次ビワハヤヒデ。ビワハヤヒデは貫突でスタミナボーナスというのとトレーニング効果 15%、 ここがほんまにビワハヤヒデの売りやと思います。所持スキル的には阪神レース場をもらえたらほんまに嬉しいんですけども、ハヤヒデとあとビコペガサスが重なった普通のスタミナ練習とかもめちゃくちゃ、まあ、強かったんで、普通の時にも 3、4回多分踏んだと思うので、そのぐらい、まあ、ビワハヤヒデが、まあ、なんとかスタミナ間に合った要因になってくれたカードだと思います。ほな続いて育成結果の画面に行きまして、レース映像を交えながらまとめていきたいと思います。行きましょう。はい、ではこちらが育成結果の画面にやってきたんですけども、まずはインシュケーションの部分からお話ししていきます。今回インシュケーションはスピパワー育成だったので、スタミナを15でスピードを3という、まあ、スタミナをかなり厚くインシュケーションでカバーしました。まず1人目、こちらが自分のルドルフなんですけども、ルドルフの何時は差し追い込みとかに継承させたいスキルなんで、ルドルフを親に選んだのと、あと祖先は中距離因子を持っているゴルシとオペラをですね。でフレンドさんにマルゼンスキーをお借りしたんですが、マルゼンスキーの公演ギアはですね、この5番手終盤入って5番手以上にいたら、まあほとんど即発動してくれるスキルになります。レッツアナボリックが6番手でしか発動しないスキルなんで、ここはもし発動しなかったら、まあ、事故を減らすためにこのマルデンスキー選びました。もちろんこの公園ギア強いスキルなんですけども、レッツアナボリックが発動したらその後に公園ギアもこのまま自然に発動してくれるんで、かなり強い加速スキルコンボになるんで、そういったところも、まあ、強いので、このマルデンスキーフレンドさんにお借りしました。祖先に中距離の因子を持っております。このフレンドさんほんまに毎回登場するんですけども、ありがたく使わさせていただいております。ではステータスから見ていきたいんですが、スピパワー、マックスで、ここほんまに筋肉ライアンが仕上がったなと思います。まあ、スタミナも800以上最低ラインあることができたんで、ここほんまに良かったですね。で根性 D の、344D 以上あって、賢さがあと効率的に2回ぐらい踏め取ったら C 以上狙い取ったんで、ここちょっと残念なところで、中距離適正も相変わらず S が引けなかったんで、ここも合わせて何回か周回が必要なのかなと思います。でスキル構成的にも、まあ、ほぼほぼまあ満足してるんですけども、あと、まあ、差し切り体制、ウォッカから差し切り体制とか、エイシンの差し直線、まあ、特にウォッカの差し切り体制ですね、まあ、ピンポイントなんですけども、まあ、もらえたらよかったなと思います。まあ、他のところは右回りとかブライアンからもらえたし、白回復のコーナー回復、北さんから保険としてもらうことできたので、ここはまあ地味に良かったかなと思います。では続いて、このメジロライアンが実際に今のルームマッチでどのような動きを見せてくれるか、皆さんと勝ちパターンの一例を一緒に見ていきたいと思います。ほな行きましょう。はい、では先ほどの筋肉ライアンがどのようなレースを見せてくれるか、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。このルームマッチでも水着マルゼンスキーがほんまに強かったんですけど、まあ、外から最後綺麗に差し切ったっていう風なレースです。中盤までは2倍速でお送りしております。終盤になったら通常に戻します。
最後のほんまにスキルコンボ見ていってください。道中はですね、道中向こう正面入って中距離直線20丸発動するんですけども、そこでしっかり距離稼いで6番手キープできたかなと思います。ここですね、この後後転速も発動してます。ここから、もう少ししたら終盤に入ってくるんですけども、この後6番手しっかりキープできてるんで、ほぼ最短でレッツアノボリック発動します。こっから加速ですね。7番7枠のこのアイコンぜひ注目してみてください。この後公園上り竜と同時に発動して一人グーンと上がっていってます。で、前に自分のおぐりがいるんですけども、最終直線並んだ時にほぼ横に並んできます。そして3人を抜いてるんで、何時が発動して吸い足も同時に発動します。この時点でもう水着丸前ほぼ横に並んどって、外から綺麗に差し切ることできました。おぐりも水着丸前差し切ったんですけども、まあ、外から来たライアンがより伸びたっていう風なレースです。レッツマッスルとほんまに最高ライアンありがとう。このような感じで、まあ、レッツアナボリック本体の自身の固有はですね、6番手にいないと発動しないっていうちょっとギャンブル性はあるんですけども、公園ギア積んであげれば5番手6番手両方ケアできるようになって、自己確率もちょっと、まあ、下げることできるんで、ぜひおすすめなんで、メジロライアンの育成チャレンジできる方はぜひやってみてください。ではこの辺でメジロライアンの育成の紹介一通り終了したいと思います。これからもレオハイに向けていろんな馬娘の育成動画上げていく予定ですので、ぜひチャンネル登録や高評価、そしてコメントなどもよろしくお願いいたします。ほら、最後までご視聴ありがとうございました。アリーベデルチ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。ぜひチャンネル登録とコメント、それとベルマークみたいな通知をオンにしてくれたら嬉しいです。ほな、次の動画でお会いしましょう。アリーベデルチ。